西ら大橋は台湾の濁水系に架か,かる鉄橋で、ブリンケン西ら鎮と昇華圏系宗教を結んでいる。鉄道道路平洋時代西ら大橋のかかる濁水系は台湾中部の重要な境界河川となっている。川幅が非常に広いため、16世紀のヨーロッパ人が描いた台湾の地図では台湾がこの川をもって南北2つの島であると誤解して描かれている。 長きにわたって、両岸の人々は、往来にいかだなどに依存する必要があったが、ひとたび川が増水すれば、両岸の交通に深刻な影響を及ぼしていたため、橋を建設するという議論はかねてからあった。日本統治時,時代、濁水系を越える下流の橋はわずかに中間線の濁水系橋があるのみで、道路橋はなかった。このため濁水系を渡る際には、 鉄道か、いかだに乗るほかになかった。1937年、西田大橋の建設が始まった。日本統治時代に、主に建設されたのは、橋脚となる部分で、32本の橋脚が約2年をかけて出来上がった。その後、日中戦争及び太平洋戦争により建設は、ストップされる。戦後になって、 アメリカの支援のもと1952年5月29日から工事が再開され12月25日に完成。翌1953年1月28日に正式に供用された。全長1939.03メートル、幅7.3メートルであった。完成当時、アメリカサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジにわずかに劣る世界第2位の長尾橋であった。 また、橋の上には、東京鉄道の線路もあり、鉄道道路併用橋となっていて、南北平行予備線の最後の開通区間であった。しかし、線路が交通の妨げになるということで1979年に撤去されている。1997年に中砂大橋と西良大橋との間に、京州大橋が完成し、西良大橋は小型車、バイク、自転車用の橋となり、 2000年には老朽化を理由に撤去すべきという提案がなされた。しかし、ウリン県と昇華県の両県政府は、西田大橋を観光用の橋に転換しようと努力し、2001年にウリン県政府が文化資産に指定広告。ついで2004年11月19日に昇華県政府が橋を昇華県歴史建築に指定することを表明し、翌年1月に指定広告がなされた。 ありがとうございます。